今回はスポーツ編です。君は実況席を知っているかです。よろしくお願いします。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサーの影野孝彦です。よろしくお願いします。今回はスポーツ編です、ね。君は実況席を知っているかというテーマでですね、お伝えをしたいと思います。実況アナウンサーってどこでやってんのとかね、何見てんのっていう話、たまにこう聞かれるもんですから、ちょっとね、その解説をしてみたいと思います。実況席ってこんな感じです。今映ってますかね。こんな感じ。これが実況席です。ね、これはですね、競技によっても場所ですね、実況はどこでやってるのと場所はですね、競技によってもちょっと違うし、で放送局によってもちょっと違うんですね。例えばプロレス格闘技なんかの場合はですね、リングサイドが多いかな、うん、リングのすぐ横であったりですね、それから鉄柵を隔てたすぐ後ろであったりね、なるべくこのリングに近いところ、これがまあプロレス格闘技多いんじゃないかなというふうに思いますね。一方ですね、野球とかサッカーとかラグビーっていうのは非常にフィールドが広いもんですから、比較的ね、遠くから見てるんですよ。そうしないと全体が見えませんから、うん、まあ、そんな違いがあろうかと思いますね。で、放送局にはですね、放送局じゃない、放送席にはですね、まず我々アナウンサーが座るじゃないですか、ね、隣に解説の方が座るんですね。そしてゲストがいればゲストの方が座るんです。で、その私どもアナウンサーの横にはですね、フロアディレクターって方がいらっしゃって、その方が指示を出すんですよ。ね、で本番1分前ですとかね、で我々はちょっと身支度を整えたりして、ね、30秒前です、10秒前、5、4って言われて、初めて第一声を我々が発するわけです。ね、よろしいでしょうか。ちょっと実際やってみましょうか。ちょっとね、一旦吐けますね。大体ね、飛型から入ることが多いんですよ。いきなり放送席には来ないもんですから、飛型から入るというシチュエーションでちょっとやってみますからね。一旦ちょっと吐けますよ。ね、前哨戦は全くの五分。王者の防衛か、それとも挑戦者ダッシュなるか。日本武道館はもう立水の余地もありません。全日本プロレスジャイアントシリーズ最終戦、東京北の丸日本武道館より実況生中継でお届けいたします。で、初めて放送席にカメラが入るわけですよ、ね、実況の影野孝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは放送席ご案内してまいりましょう。解説は誰々さんです。よろしくお願いします。そして今回のゲスト、誰々さんです。よろしくお願いします。いやー、いよいよこの瞬間がやってきましたね。どうなりますかね、メインなんて、そんな感じで立ち上がるんですね。これ今ちょっとプロレスをやってみました。で、放送席にはですね、モニターがあるんです。で、モニターを見たりとか目視ね、実際に、見て、ね、フィールドを見たりします。モニター越しではなくてね、ダイレクトに目視するということがありますね。モニター中心の方もいらっしゃるし、目視中心の方もいらっしゃると思います。ちなみに私は両方でしょうかね、うん、これ競技によっても違うと思います。例えばですね、プロレス格闘技等々はリンクに近い分ですね、ちょっと見上げる形になるんですよ。リンクの方が高いもんですから、ちょっと見上げる。今日はそのためちょっと上からの目線でですね、カメラを設置しております。はい、で上からで、見上げる形なんで、寝技の攻防になっちゃうとちょっとわからないんです。そうなってくるとモニターを見るんです。モニターをチェックしながら実況していくということになるんですね。で、なるべくまあリングに近い分生の迫力を伝えたいんで、絵には映らないまあ音であるとか、ね、香り、こういったものをですね、中心にっていうかね、入れるようにしてますね、私はね、うん、例えばものすごい音がしたとかね、左ミドル強烈で肉を切らして骨を断つみたいなね、そんな表現をしたりしてますよね。はい、で、格闘技の場合は四方お客さんがいますんで、いろんな角度で伝えなきゃならないなというふうに思ってます。セコンド陣の動きであるとかね。で、例えばプロレスにおいてはね、タッグマッチっていう2対2の戦いってのがあるんですよ。そうすると例えばリング上で2人がやってますけれども、場外でもう2人がやり合うってこともあるんです。
そうするとそっちにも目を配る。場外ではこうなってます、リング上こうなってます、セコンド陣こうなってます。であとはね、お客さん実況したりしますね。ね、最前列の女性も立ち上がって応援をしておりますとかね、うん、ですから結構手法に気を配ってるかな、立体的に見ているように思います。野球の場合はねちょっと違ってきましてね、比較的遠くから見てますから全体まず見えますでしょ。ところがですね、ピッチャーが投げバッターが打つまでは比較的私はモニターを見てます。打った瞬間には今度目視に変えて、例えば三遊間の深いゴロ、ショート取った、ね、一塁に送球ワンアウトです、目視に変えて、あ、ね、しっかりした球で一塁に投げたなとかね、軽やかな送球だなってことを付け加えたりします。うん、で例えばですね、こんな例があると思うんですね。9回の裏ワンアウト2塁、得点差わずかに1点、リードされたライオンズ、さあどうなるかと、ね、得点は2対3 1点のビハインドです、1点を追うライオンズと、そういうシチュエーションでバッターボックスに4番の山川が入りましたと仮にあったとしましょう。そうするとですね、山川選手がバッターボックスに入る前に、ね、セカンド誰だっけ、あ、俊足の金子がいるなとか、ね、守備体系どうなんだろう、セカンド、ショート、すぐにね、入れるように、セカンドに入れるようなそんな守備体系取ってるなとかね、確認をするんですよ。ランナー足速いからな、警戒してるなと、ね、これは危険性いくぞというような感じでチェックをするんですね。で、バッターボックス、右のバッターボックスに山川が入りましたね。で例えばね、初球ピッチャー第1球投げた、打った、ピッチャー返し、センター前のヒットとなったとしますよね。1点を追いかけますから、で逆に守ってる方とすると1点抑えれば勝てるんで、前進守備バックホーム体制ってのは結構往々にしてあるんですよ。そうするとね、足は速いランナーですから、比較的前に守っていたセンターがダイレクトで好返球をする、足が速いか、それとも球が速いかね、俊足の金子であるのか、それとも好返球であって、ね、アウトなのかセーフなのかっていった瞬間はですね、もう目視です。でセンター前にボールが行った瞬間にもう目視で変えてます。ランナー金子三塁ベースを蹴ってホームに向かう、ね、でセンターからいい球が返ってきた、もう目視です。アウトかセーフか、ね、セーフ同点といった瞬間に今度右目でランナーを追うんですよ。ランナーをね、山川懸命の走塁、セカンドベースでヘッドスライディング、どうか、タッチはセーフと、ね、ライオンズ同点に追いつきました。そして逆転のランナーが今セカンド上です。山川やりましたとなるわけですよ、ね、こんな感じでですね、目視をしたりモニターを見たりとか、でいろんなこの繰り返しをしている、これがねアナウンサーの視点であろうかと思います。よろしいでしょうか。なんとなく分かってくれたかな、ね、あとね、そうだな、ちょっと余談があるんですけれども、大切なのはね、水分補給なんですよ。ずっとこんな感じで喋ってますから喉が渇くんですね。ただあんまり取りすぎますとトイレに行きたくなっちゃうんで、これねある程度セーブしておかなくてはなりません。口に含む程度ですよ。トイレに対する失敗談たくさんありますんで、ね、また次回以降ねお伝えする機会があればお伝えさせていただきたいと思います。あ、放送ってこういう風に作るんだ、アナウンサーってここで見てんだ、ね、あ、こんな視線なんだということをねご理解いただけると、より一層またスポーツがね楽しくなってくるんじゃないかなという風に思います。今回は、君は実況席を知っているかというテーマでお伝えをさせていただきました。